どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は測定失敗しても大丈夫、1800から2100までの工夫したこととなります。 X マッチ開始して時間が経ちましたが、皆さん調子はいかがでしょうか。僕はトラストで日々頑張ってます。僕自身測定がある意味失敗したので、パワーをちょっとずつ上げていってるって感じですね。まあ全勝したけどパワーが低かったっていうことがありました。ただ思ったよりやってて大変だなっていうところありますね。ですが他の人を見てみると、プレイしてる中では比較的いい感じにパワーが上がっている方だなと感じてます。ここで今回は測定を失敗したとしても、まあ、トラストで X パワーを上げるために行ったこといや、その時の考えなどをまとめて紹介したいと思います。まあ、参考になれば嬉しいなというところですね。で、こちらの動画を見てチャンネルを応援してくれる方は、チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。それでは早速、実際に行った対策を話していきたいと思います。まずは、XT1800 から2000で話したいと思います。話すこととしては2つですね。まず、スペシャルの使用頻度を増やすということが重要かと思います。本作はとにかくスペシャルが強いので、打開や攻めの時に使いたいんですよね。また、このパワー帯は正直突っ込んでいく味方が多く、一気に足場が取られるというシーンが多かったです。目の前で味方が消えるっていうのはよく見ましたからね。そのため、敵を効率よく倒す必要があります。まあ、スペシャルを活用して相手を近づけさせなかったりとか倒すっていうのは重要なところかなと思いますね。で、特に弓の場合はメインだけでは難しいっていうのがありますので、スペシャルが使えないとさらに難易度も上がると思います。この状況を打破するためにスペ意識となります。またスペシャルを貯めるということは足場を塗る必要が出てきますよね。なので、このあたり塗り管理にもつながってきます。味方がデスしたっていうことは足場も取られるので、それを最小限に抑えることにもつながるんですよね。意外と大事な要素です。2つ目はデスを抑えつつポジションを取ることです。とにかくポジションを維持することが大事ですね。先ほど言ったように味方が突っ込みやすいパワー帯なので、ポジションの維持をするだけでも大きな影響があります。特にこういった味方は沼ジャンする傾向にあるので、ポジションを確保し、安全に前に出る機会を作れば合わせることができます。自分がポジションを維持することによって、不要なデスを防ぐきっかけになるという感じですね。まあ、ただ自分より前がいた場合はそっちに飛んでいくので、必ずとは言えないです。まあ、二つ目がこんな感じです。で、どちらにも言えることなんですが、どちらにしても突っ込んで死んでしまう味方のカバーをする必要があるため、自分がいかに勝ちに貢献できるかが重要でした。本当それができないと勝てないですね。もちろん2つの要素だけでなく、ルール関与のタイミングなどを見直す必要もあります。ですが、大体絞っていくとこの2つですね、原因だったことが多かったので、まあ、ここから状況の悪化とかはよくありました。まあ、押さえておくといいところかなと思います。特にトラストの場合は、生きながらキル精度も要求されてくるので、このパワーを抜けれるかどうかは非常に大事な要素だと思ってます。続いては XP2000 から2100でしたことになります。まず分けた理由ですが、マッチングするパワー帯が変わるからです。X パワー2000ぐらいだった場合、上とのマッチングが増えたように感じます。なので、キルの難易度が変わってくるような感じがしましたね。相手も倒せるようになりますからね。このパワー帯は行ったり来たりしやすいように感じます。そのため、2つの有利状況を意識するようにしてました。1つ目は、二落ちを意識です。これは基本中の基本なのですが、敵が強くなるということはこの状況を作る難易度が上がります。やっぱレベルアップしてますからね。そのため無理やりな行動やルール関与を行うと余計なデスを招き、一気に状況が悪化します。例えばルール関与をすることによって1です。その後味方が挟まれて1です。これで簡単に人数が2人になってしまいますね。なので結構相手に有利を与えてしまうってことが多いです。いかに、まあ、こちらの被害を抑えつつ相手を抑えつけれるかが課題になってきます。このあたりから自分のキル精度が本当に試されますね。前回よりもさらにというところです。スペシャルだけでなくメインの当て感も大事でした。ただ相手の二落ちを意識することによって焦った行動が減るので、チャンスをつかむきっかけは増えましたね。2つ目は味方のカバー位置です。
これはやってて難しいのですが、前衛を死なせないためのカバー位置の徹底となります。マヒマヒのエリアだと分かりやすいんですが、メインが全て味方に届く配置になってます。なんなら対面してるところ届きますね。そのためうまくいけば味方が生存してくれます。それだけ盤面の有利も取れます。ここが重要で、マヒマヒは一箇所でほとんど制圧できるんですよね。ほんと強いかなと思います。ですがもちろん失敗もあります。このように味方との距離がある場合はカバーが遅れ、人数不利からの負け筋が発生してしまいます。一瞬ですけどね。なのでポジション取るだけではなく味方との距離感っていうのも非常に大事です。この駆け引きが非常に大事になってきますので、カバーする位置はポジションに固執せず味方を見る必要が出てきます。ポジションから味方という位置関係に変わっていくんですよね。ここが分けた理由の一つ目の大きな理由となります。でこのあたりからは視野の広さが本当必要になってきますね。今まで管理するのは自分中心だったんですが、周りの状況を見て判断するっていう視野の広さが重要になります。味方だけでなくさらに敵の把握も重要になるので、難しいなと思いますね。単純にね、難しくなってきたなっていうところです。ただ立ち回りができてキルができてないと意味がないので、メイン精度の強化は相変わらずしていきましょう。各パワーで意識したことの紹介もしましたので、なぜこの考えに至ったのかお伝えしたいと思います。この考えに至ったのはマッチングの仕様が関係してます。まず8人ですね。この8人なんですが、だいたい自分のパワーに近くなるように集められます。ただ経験上パワーはプラマイ100くらいでマッチングしてるように感じましたね。実際に知り合いにマッチングしたことがあるので、少なからずその可能性はあると思います。相手がプラス100でしたからね、ちょうど。さらに勝敗も加味して、負ければ自分より強い味方がつきやすく、勝ち続ければパワーの低い味方がつきやすいような気もします。厳密に考えてというか見た時に本当に組まされてるか不明ですが、リザルトや動きでそんな感じがしてます。この状況が生まれるということは、そもそもチーム内でのパワーを平均にしてマッチングしているからだと思いますね。これはガチマッチの公式の考えが、自分が勝利を導く必要があるという考えがあるためかと思います。そのため味方の強さに関わらず、勝つために貢献する必要が重要視されていると思ってます。なので単純に負けが続いたときは、敵チームよりも味方をカバーしきれていないという現状になるかと思います。勝利に導けていないというところですね。そのため今回紹介したような味方の穴を埋める対策を中心に考えて実践したというところが主な対策の内容となります。根本的な考えというところですね。なので人によってはこの今回紹介した1800から2100万の対策は当てはまらない人もいるかもしれないですね。そこはやってみないと分かんないところとなります。穴を埋める対策を中心にしたのはこのような結果ですね、考えとなります。結局は自分が勝ちに導けているかなんですよね。単純にパワーを上げるなら、武器への執着を一度捨てることだと思います。ここまでマッチングの考えをもとに対策を考えたわけですが、そもそも武器への執着も大事な要素だと思ってます。僕は今回トラストを使って測定をしたわけですが、そもそも味方のキャリーができてない事実があるためパワーは下がっています。これは大きいことだと思いますね。で大事なのは、武器の連動を上げたいことと X パワーを上げたいことが混同していないかという点です。この2つって全然違いますからね。正直パワーを上げるだけであれば、勝てる武器で試合をした方がパワーは安定的に盛ることが可能だと思います。試しにスプラ2の持ち武器が僕スパッタリーなんですが、そちらに変えてみたところ、ほとんどキャリーできました。味方が強い弱いとかではなく、そんなの関係なかったですね。順調に上がりました。なので単純に勝つことに重点を置くので、気持ちの切り替えもできてよかったなと思います。武器を変えれば勝てるという話ではないです。なんですが、単純にパワーを上げたいというところなのか、武器の連動を上げたいのかっていうのが根本的に大きなところかなと思いますね。単純に僕はパワー上げたかったので、スパッタリーどれくらいいくかなみたいな感じでちょっと試したところです。でこの考えがどちらかなのかを見直す必要があると思います。もしパワーを上げたいのであれば、勝てる武器を選ぶことをお勧めしたいと思います。
その方がこのパワーを抜けるための一番手っ取り早い方法になるかもしれません。ただ今使っている武器よりも連動が高い武器でないと難しいかなと思いますね。そこは必ず実力が伴ってくると思います。はい、ということで今回はここまでとなります。特定失敗しても大丈夫、1800から2100まで工夫したことはいかがでしたでしょうか。今回は XP1800 から2100までを実際に経験して試したことを元に話しました。まあ最後話した通り執着も問題だと思ってます。で、味方の強さは急に変えれませんし、変えるなら自分を変えた方が手っ取り早いです。はい、なので、まあ、その変えるものが何なのかっていうことを考え直すといいかと思います。まあ、今回はあくまで一つの方法です。まあ、特に僕は今回トラスに執着してやったわけですからね。まあ、その方法になります。なので皆さんも、まあ、この考え方をもとにメモリープレイヤーなど見直して改善を出してみてみると、まあ、面白いことが起きるかもしれないですね。必ず腕前が上がるかは分かりませんが、少なからず今より進歩はするかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。